福岡第一飛行場福岡第一飛行場の位置。福岡第一飛行場はかつて低新省航空局が福岡県か谷郡和白村岸の巣に設置した飛行場。通称、岩の巣飛行場。大日本航空によって、朝鮮、台湾、中華民国、東南アジアへの路線が運航され、戦前における。 国内最大規模の民間飛行場であった。跡地にある記念碑1929年から立ち洗い陸軍飛行場で民間の定期便が運航されていたが、立ち洗いは福岡市街地と離れていて利便性が低かった。当時福岡市近辺には水蒸気専用の福岡飛行場があったが陸上機の運用が可能な飛行場が求められたため、 市周辺の候補地を調査、選定し、1934年間の巣に決定した。1935年1月に着工、走行費59万円をかけ、敷地面積59万平方メートルに滑走路1本、海岸に水上機の滑走台と格納庫2棟が整備され、翌1936年6月1日に開港した。 昭和11年10月現在で東西550メートル、南北800メートルの滑走区域と記載されている資料もある。福岡那覇大帝を開設。翌年には東京福岡京城新橋の急行便を開設した。1939年からは博多湾鉄道基線カスヤ線の線路を北側に移設するなど3カ年計画での大規模な 拡張工事が行われ、総面積は、開工時の倍以上の135平方メートル、滑走路は800メートル級2本の交差型となり、朝鮮、満州、台湾などへの中継地や、国防上の要衝として、重要度を増していった。1940年、福岡にレンジビーコンが設置された。太平洋戦争中は、海軍航空隊が置かれるなど、 実質的に軍用空港となった。戦後はアメリカ軍に接収され、ブレディ飛行場の名称で、主に輸送部隊の飛行場として使用されたが、1961年の日米合同委員会で、キャンプ博多、ブレディ飛行場、西戸崎通信施設の3施設を統合し、ガンの救う軍施設として在日米軍に提供することが合意された。 1955年時点での滑走路は 1280mX45 及び 1158mX30m であった。また、朝鮮戦争後は一時的措置として自衛隊が落下山降下訓練に使用したほか、西日本空輸や福岡県警などのレシプロ機やヘリコプターが滑走路や格納庫の一部を共同使用していた。 1965年から飛行場区域内に通信傍受用の大型アンテナとオペレーション施設の建設が始まり、共同仕様の停止とともに滑走路の舗装が撤去されたため、事実上飛行場としての機能は終焉した。通信施設は1966年2月に完成し、第14陸軍保安局フィールドステーション。 海軍保安軍博多部隊、空軍第6918保安中隊、エアーフォースセキュリティ、サービス6918スセキュリティスクワドランなど、アメリカ3軍の諜報部隊が共同で、北朝鮮方面の軍事情報の収集、分析活動を行っていたが、アメリカの国防予算と、海外展開兵力の削減によって、施設は閉鎖され、 飛行場部分は1972年、狩りのスクー軍施設全域は1977年に変換された。跡地は、福岡市岸のスレクリエーションセンター、福岡航空交通管制部及び、航空交通管理センターとして整備されている。現在、正門跡には、記念碑が立ち、海岸に水上機用の滑走台が残っているほか、2002年まで、格納庫が残っていた。 福岡第一飛行場には、航空無線標識、超短波全方向式無線標識が設置され、その識別符号は、DG どごであった。この DG の2文字は現存する、電波灯台である、福岡 VORTAC の識別符号、DGC、及び、福岡航空交通管制部の ICAO、空港コード RJDG に引き継がれている。 福岡空港の発着枠増加によって、ヘリコプター離着陸に支障が出てきたため、その運用を分離する目的で、福岡第一飛行場のあった福岡航空、交通管制部の北隣に、ヘリポートの建設が進められ、2020年3月に、福岡空港なた地区として開港した。大阪航空局によれば、福岡市消防局、福岡県警察、 行動用ヘリなどのヘリコプター23機が新ヘリポートに移住予定としている。ただし、ナタ地区の ICAO 空港コードは RJFH となっている。ありがとうございます。